こんばんは、まちとりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、武蔵小山駅、東急目黒線の武蔵小山駅に来てます。今日は2022年の9月3日土曜日、時間ですよね。時間はですね、午後7時10分ですね。ではですね、武蔵小山のね、商店街を歩いていきたいと思います。こっちもね、商店街があるんですけども、ちょっと有名なね、アーケード商店街地にありますので、ちょっと歩いていきたいと思います。会社としては泊まっている商業施設なんですね。駅ビルみたいな感じでしょうか。武蔵小山はですね、2回目なんですけども、前回が2020年の10月半ばぐらいでした。ですね、まあほぼ2年ぶりって感じですかね。タワマンがあってですね、並んでますね。今武蔵小山一番通り、
前回はですね、ここからしばらく歩いたところにある砂町銀座をですね、歩いたんですけども、今日はちょっと脇道といいますか、
そういう道を歩いていきたいと思います。長寿庵、長寿庵ってお蕎麦屋さんですかね。蕎麦、うどん、ご飯。もうしばらくね歩いたらね撮影を終えようと思うんですけども、どの辺で終えましょうかね。落ち着いてみましょうか。あれが、こっちに見えるのが、駅前のタワマンですかね。の虫の声がしますね。ちょっと闇を持ってたんですけど、なんか駅まで戻れそうなら戻っちゃいましょうかね。さっきの賑やかな商店街はこちら側にあるんですけども、ちょっとねこういう賑やかな商店街とはちょっと違う道も通るのもいいかなとは思ったりするんで、
でもあの辺で道が終わりですかね。 T 字路になってそうですね。先ほどの脇にあった刺し子山一番通りという商店街ですね。ここを右に曲がって縛るか歩いて、それで終えましょうかね。サルバトーレバー、サルバトーレってあのピザで有名なんですかね。東京近郊でしかないのかちょっとその辺は分かんないんですけども、イタリアン食堂 MAS マスっていうんですかね。 K1 ジム目黒、この辺は目黒区になるんでしょうかね。なんか新友会っていう別のまた商店街まで来ました。でも撮影はねこの辺で終えたいと思います。人の邪魔にならなさそうなところで、では、この辺りで撮影を終えたいと思います。東急目黒線のね駅、5つの駅、田園調布、大岡山、そして西小山で今武蔵小山歩いてきたんですけども、次は不動前ですね。合わせてご覧いただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですねチャンネル登録いいねよろしくお願いします。ではありがとうございました。